リメイクってのはキャラ変できるから、オリジナルでひどい扱いだった奴が優遇されてるなんてことよくあるよな。何？急に。いや、ブラッドがリメイクでチキン野郎から勇敢な男に大変身してたから、ちょっと羨ましくってな。確かにあんたはリメイクでいい感じになったと思ったら、5でゴリラになったもんね。相変わらず傷口をえぐるやつだな。とまあ今回はそんなリメイク作品で、設定が追加、変更されたクリーチャーランキングトップ10を、独断と偏見で紹介していくぜ。ちなみにリメイク作品って、現在発売している3作品のことよね？ああ、バイオハザードリメイク、バイオハザード RE2、バイオハザード RE3 だな。また今回取り上げるのは、キャラ設定、デザイン設定、システム設定、以上3点の変更及び追加点とするぜ。オッケー。じゃあ、ゆっくりしていってね。まずは一発目、第10位はこいつだ。わあ、RE2 でこいつに何回毒状態にさせられたことか。だよな、またこいつは嫌なことに、倒すかひるませるかしないと通れないような邪魔すぎる場所に嫌がるんだ。けどこいつ、オリジナルから変更されたところなんてあったかしら？じゃあ、ジルはさっきこいつの何が嫌って言ってた？あ、お。見た目、違う。え？言い方を変えよう、何で苦戦した？ああ、毒状態になる攻撃だ。その通り、この口から吐き出す消化液を食らうと、毒状態になるんだな。キモい。けどこいつ、オリジナルでも毒持ってなかったっけ？いや、持ってなかったな。巨大な左腕で殴りかかるだけだった。まあ妖体とのコンビネーション攻撃は当時からあったがな。そうだったのね。てかオリジナルの方が見た目がキモい。確かに。でも、なんで RE2 では毒状態だったんだろうね。ああ、それはおそらくオリジナルで毒攻撃を持ってたオーグモがリストラになったからだな。なるほど、だから下水道でこいつが代わりに大量発生してたのね。そういうことだ。私クモが死ぬほど嫌いだから、下水道のメインクリーチャーがこいつに代わってて、正直すごい安心したのよねー。続いて第9位は、バイオハザード RE2 に登場した、G 生物だ。シェリーの父親、ウィリアム・バーキンが G ウイルスを投与した慣れの果てね。実はこいつも、オリジナルから変更されている点があるな。え？こいつこそオリジナルを忠実に再現したイメージしかないんだけど。確かに、G 第1形態や第2形態はかなり忠実と言えるが、第3形態を見てみると、デザインに結構な違いがあるぞ。え？忠実に再現してるなーって思ってたけど。じゃあこの画像を見ても同じこと言えるか？うわー、結構違うわね。しかもなんかシュール。ちなみにこの画像に対して、バイアグラ使用後の、あれの大きさの比較画像みたい。みたいな卑猥なコメントがあったぜ。いや、そのコメントをチョイスするあんたの頭の中の方が、よっぽど卑猥よ。続いて第4形態も、オリジナルのような6足歩行をする獣型ではなく、巨大な航空が形成された直立歩行を行う人型の姿となってるな。こうしてみると、結構変わってるわね。ちなみにこの第4形態、RE2 ではクレア編でしか戦わないんだ。へえ、あんまり意識してなかったけど、そんな変更点もあるのね。だが最終形態である第5形態は、かなり忠実に再現されているっていう。本当だ、まあ最後の第5形態戦とその後の脱出劇は、オリジナルでも最大の見せ場だったから、これだけは忠実に再現したのかもね。あと余談だが、この後のエンディングでシェリーちゃんが、レオンとクレアって付き合ってるの、っていうセリフ。これを聞いてさらにレオンが目障りになったんだよ。しかもクレア、まんざらでもない感じだしね。絶対に許さん。ちょっと女性人気があるからってクレアまでも。そう、レオンめ。むちゃくちゃ嫉妬しててくさ。続いて第8位は、バイオハザード1リメイク及び RE3 に登場した、ハンターだ。こいつには何回首吹っ飛ばされたかわかんないわ。初代みんなのトラウマクリーチャーだな。そんなハンターだが、いろいろ変更されている点があるのを知ってるか？何があるの？まず、バイオ1リメイクだ。うん、バイオ1リメイクのハンターって何か変更点あったかしら？これに関しては、追加点と言った方が正しいな。え、何なの？気になる。ジルは、リメイクに赤色のハンターがいるのを知ってるか？赤色？そんなのいたっけ？コードベロニカのスイーパーなら知ってるけど。おお、こいつを知ってるのも結構すごいと思うが。赤色の、いわば強化型ハンターみたいなのが存在するんだ。こんな感じのハンター見たことないか？ないない、初めて見た。ちなみに、こいつは難易度ノーマル以上で出現するんだ。ああ、道理で、私イージー以下でしかプレイしたことないもん。なるほど、それは遭遇しないわけだ。あと通常のハンターは、俺たちプレイヤーの体力が少なくなると、即死攻撃首狩りを使用するが、こいつは体力があるうちから使用してくるから、油断していると速攻ゲームオーバーになるな。いいもん、私ノーマル以上はプレイしないから関係ないもん。おい、まああと余談だが、オリジナルのセガサターン版には、X という亜種が登場するな。何？こいつ。バイオ1のハンター、通称ハンターアルファは、人間の受精卵に爬虫類の遺伝子を組み込んだ産物だが、
ジェックスは爬虫類ではなく、ダニの遺伝子を組み込んで作られたんだな。私遭遇してるはずなのに、全く知らなかったわ。まあこいつを詳しく紹介していくと動画の趣旨からずれそうなので、また別の企画でいずれ取り上げようと思う。オッケー。続いて、RE3 のハンターについてだ。私が RE3 で印象深いのは、ハンターガンマの方ね。だろうな、オリジナルでもそうだったが、ジルを丸飲みできるなんて、こいつ前世でどんな徳を積んだんだ。キモすぎ、あんたがそういう趣味だったなんて、二度と話しかけないでください。やめてくれよー、何でもするからさ。何でもするなら話しかけないで。やめてくれよー、なんでこれ多分一生終わんねえな。まあとにかく話を戻して、見た目に関しては、ベータ、ガンマともに変化しているな。そうね。まずベータは、頭部から肩にかけて赤い肉種に覆われた、醜悪な姿をしていたオリジナルとは違い、バイオハザードに登場した、ハンターアルファに近い雰囲気になってるな。そうね、ただ全身緑色だけど、顔つきはより爬虫類感が出ててちょっとキモいよね。続いて、ジルを食べれる幸運の持ち主ガンマは、かなり見た目が変更されてるな。幸運かどうかは知ったこっちゃないけど、確かに手が退化して小さくなってたり、口の中が花びらのような器官になってるわね。その他追加された設定として、こいつはもともと諸事情によって廃棄することが決定していたが、開発担当だった研究員のローガン・カーライルは、この決定に反発して、密かにラクーンシティの下水道内に研究室を構え、会社を見返すためにこいつの研究開発を続けていたらしい。そんな裏設定が追加されたのね。さらにこの醜悪な見た目に反して、飼い主に名付くなどの知性があったらしい。予想に反していい話。まあ確かにハンターの中では見た目がゆるキャラっぽいけど、そしてファンの間でも割と人気なクリーチャーってことも知ってるけど、決して可愛くはない。決して。続いて第7位は、バイオハザード RE2 に登場した、タイラントだ。ネメシスほどではないにしても、プレイヤーにとってかなり脅威となったクリーチャーよね。ああ、そして RE2 では一度登場すると、一定期間は警察署内をエンドレスで徘徊しまくるんだ。うそ。しかも走ったり発砲したりしてしまうと、その音を聞きつけプレイヤーの追跡を始める。これめっちゃ怖いよね。警察署内の薄暗い中で足音がどんどんと聞こえてくるのと、登場した時の BGM がほんとトラウマ。しかも、セーフルームなど一部のエリアを除いた全ての部屋に侵入してくるから、プレイヤーは一瞬たりとも気を緩めることができないんだ。オリジナルよりホラー感がだいぶ強くなってるわね。さらに、一定のダメージを与えると一時的に行動不能になるが、時間が経つと復活するんだ。まさに無敵よね。てかこいつの存在が RE2 の難易度を高くしていると思うわ。だな、またオリジナルでは、灰色の顔をしたスキンヘッドのおっさんだったが、RE2 では、タイラントの本来の目的である隠密行動用の設定が重視されて、生意気にも帽子をかぶってるんだぜ。え、ハゲ隠し？これでオシャレのつもりかしら？辛辣で草。俺は殴られた後の、こいつのポーズがなんか腹立つんだよな。うざすぎるから、私この帽子速攻銃撃で吹き飛ばしたわよ。あと顔のシワがキモい。ただの悪口で草。だがモンスターハンターの世界では受付嬢ならぬ、タイラント嬢として活躍してるぞ。キモすぎ。またオリジナルでは、G ウイルスの回収を目的としてたが、RE2 では、事件の証人になりうる警察関係者の抹殺が任務となっている。へぇ、そんな変更点があったのね。そのため、ジャーナリストのベンベルトリッチは、登場早々抹殺されてしまうんだ。あちゃー、不憫すぎるわ。そういや変更されたといえば、スーパータイラントの容姿も変わってるわよね。そうだな、ちなみにデザインに関しては、実写版バイオハザード3に登場した、アイザックスタイラントに雰囲気が似ているな。ほんとね、もしこれがセルフオマージュだとしたら、ゲームへの逆輸入ってことになるわね。ああ、また RE2 のスーパータイラントは、レオン編のみのボスとなってるな。なるほど、さっきのクレア編でいうところの、G 第4形態ね。そういうことだ。他にもサイズが小さくなってたり、裏シナリオセカンドだけでなく両シナリオに登場したりなど、オリジナルと比べて結構設定が変わってるな。パッと見そこまで変更点がないように見えたけど、結構いろいろ変化してるのね。てかタイラントはめっちゃ脅威だったから、むしろオリジナルより大きく見えたわ。続いて第6位は、バイオハザード RE3 に登場した、ドレインディモスだ。うわ、こいつ。オリジナルでも私に抱きついて吸いついてきたし、RE3 では触手を口にねじ込まれたわ。ああ、これらのシーンは一部の層から熱狂的な支持を集めてるが、これについて解説しだすと、趣旨がずれるどころかチャンネルの命運すら危ういので、ここまでにしておく。あんた1ヶ月くらい前に泥酔してた時の動画で、この辺のことがっつり話してたわよ。え、マジかー。まあわかってると思うけど、私が怒りのあまりあんたの首をへし折る前に、次の話題に行った方がいいと思うわ。ごくり。でだな、こいつもいろいろと変更されているんだ。わかった、サイズだ。
その通りだ。オリジナルではTウイルスに感染した生物から吸血したことで二次感染し、急速にダックと変態を繰り返して、人間のような体型とタイプを獲得した設定だが、RE3 では、ノミの仲間の昆虫がTウイルスによって巨大化したという設定に関しては同じだが、人間クラスの体型とタイプではなかったな。そうよね、どちらかというと、クモみたいな見た目に変更されているわね。そうだな、これに関しても RE シリーズで大雲がリストラになったから、その代わりに雲っぽいデザインになったのかもしれんな。まあ雲よりは100倍マシだから、これでよかったわ。あと純粋な疑問があるんだが。何？ RE3 のドレインディモスがジルの体内に散乱することで、パラサイト状態になるよな。しかも回復すると私が嘔吐するシーンが流れてしまって、超屈辱的なのよね。それも一部需要が。おい、てめえ。はい、すみません。まあその時グリーンハーブはまだわかるんだが、なんで救急スプレーを吹きかけただけで治るんだ。今さらね、プレイヤーはずっとこの脱法ハーブを当たり前のように使用してきたじゃない。確かに、でもこんな風に吹きかけただけで、その直後に嘔吐するジルを見ると、改めて回復アイテムの設定がぶっ飛んでることがわかるな。同時にあまり突っ込んではいけない部分ってこともわかるわね。ああ、これ以上は深入りしない方が身のためだな。続いての変更点は、こいつの亜種についてだ。あ、ブレインサッカー、そういや RE3 にいなかったわ。ご名答、こいつも RE3 でリストラになったな。ちなみにブレインサッカーについて少し解説すると、もともとはドレインディモスと同じノミの一種だったが、寄生していた生物が異なったため、別のクリーチャーになった。見た目については、緑色の体と2つの頭部を持ち、2体の生物が絡み合ったような外見だな。ドレインディモスに似た性質を持つが、こちらは生物の脳が主な食事、2つの頭から2本ずつ下を伸ばし、頭蓋骨をこじ開けて脳髄を食らうんだ。改めて聞くとエグいわね。ジルのジルもたくさん吸われてたんだな。しばくぞ。すまん、ジル。話を戻すが、こいつは多分本編の尺の関係で、リストラになった可能性が高いと個人的には思ってるな。ああ、時計台もカットされてるもんね。以前地元で噂されていたディレクターズカット版が仮に発売されてたら、ブレインサッカーも登場してたかもしれないな。続いて第5位は、バイオハザードリメイクに登場した、ネプチューンだ。こいつはリメイクで超怖かった記憶があるわ。ああ、まず変更点としてはわかってるかもしれないが、見た目だな。うん、オリジナルでは排水後なんか、取れたての魚だもんね。なんなら可愛い。まあチープだったのは、正直否めないな。だがリメイクでは一点、病体のサイズはオリジナルの生体クラスのサイズに、そして生体に至っては、8メートル近い曲に変貌し、くらい疲れた場合は、即座にゲームオーバーになってしまうんだ。てか私この鍵を取ろうとして、結構な回数食われた記憶あるわ。続いての変更点として、キャラ設定だな。どうした？元々の設定すら知らない。お前本当に事件の当事者か？別に知らなくても済むし。むむ、じゃあ元の設定とリメイクの設定を合わせて解説すると、オリジナルでは軍事利用として開発された生物兵器なんだ。海戦にでも使用する気だったのかしら。だが開発チームからは、実用性が高くないとされていたな。あちゃー、でも排水後の感じを見れば納得かも。それ以上いじるんじゃない。それにオリジナルのネプチューンも、なかなか侮れないぞ。何が？排水前は何回攻撃しても死なないんだ。それがたとえロケットランチャーであってもだ。うげえ、つまり不死身というわけね。敵も見かけによらないわね。てか映像でロケラン撃ってるの私じゃん。気づくの遅すぎ。さらにこいつは、自己繁殖による BOW の生産性の向上における、貴重なサンプルとされているんだ。なるほど、確かにそうすればコスパも良くなるわね。また自己繁殖による BOW というコンセプトは、同作に登場するキメラも同じだな。だがリメイクでは、海洋生物へのウイルスの適合性の検証のために開発されたとなっているな。オリジナルとは違って、まだ試験段階って感じね。あとネプチューンが巨大化したのもあってか、大水槽の構造や仕掛けが、オリジナルと比べてかなり変更されているな。うん、そうね、オリジナルは大水槽というより、水族館。それ以上はやめとけ。続いて第4位は、バイオハザードリメイクに登場した、ゾンビだ。こいつの変更点というか、追加点ならわかるわ、クリムゾンヘッドの存在ね。おう、ジルにしては珍しくお早い回答で。珍しいわ余計よ。ジルの言う通り、リメイクではクリムゾンヘッドという個体が追加されているんだ。そしてリメイクにおいてこいつの存在は、ゲームの難易度を大きく上げる要因となっているな。具体的に言うと？サバイバルホラーというコンセプト的に、特に初期作品群は弾薬や回復アイテムが少なくなりがちなんだが、こいつは通常のゾンビと比べても、移動速度がかなり速いので攻撃を受けやすい上に、攻撃がヒットしにくかったりと、弾薬や回復アイテムともにガンガン消費させてきやがるんだ。厄介すぎる。また通常ゾンビを倒して一定時間経過すると、クリムゾンヘッドとして復活するんだが、それを阻止するためには、灯油を使用する必要があるんだ。
と言ってもその闘牛の数も豊富じゃないのよねー。そうなんだよな。しかもすでにクリムゾンヘッド化したやつは、燃やそうとすると慌てて復活するから、相当手こずった記憶があるな。けど頭、足、腕のいずれかを破壊して、とどめを刺すと復活しないよね。ああ、ただヘッドショットしやすいショットガンやマグナムなどは温存しておきたいから、結局ハンドガンで普通に倒してしまうことが多いんだよな。他にも、クリムゾンヘッドプロトワンという突然変異体も存在するな。ああ、棺桶に入れて保管されていたヒゲのおっさんね。臨場のおっさんみたいな言い方するな。ただこのリメイク以降、採用されることなくシリーズの闇に消えてしまったんだ。そうよね、しかもなぜか前日誕のバイオハザードゼロには登場しなかったし。そうだな。ジル、とりあえず次に行こう。うん？続いて第3位は、バイオハザード RE3 に登場した、ネメシスだ。私に魅了されて虜になった挙句、どうしようもないストーカーとなったネメシス。説明が長い、てかほとんど自分のことしか言ってねえ。てへ。むむ、マジルを執拗に追い回したネメシスだが、こいつも色々と変更されてるぞ。え、顔？まあ顔もそうだな。なんか歯が随分と綺麗になった印象よね。確かに一部では、ネメシスがホワイトニングしたんじゃないか疑惑でもちきりだったな。ひょっとして、ジルに会うために手入れしていたんじゃないか？やめて、キモすぎ。まあ本題に戻るが、まずは見た目だな。それ今言ったじゃない。いや、第2形態以降の話だ。そうよね、オリジナルでは体中から触手が生えただけだったけど、RE3 では第1形態よりも体格が大きくなり、頭部からは目や鼻が消失して口腔だけとなったのよね。ジル、もうわかってると思うが、エイリアンとそっくりだろ。ええ、最初誰かわかんなかったもんね。その後の第3形態の登場の仕方とか、まるでうんこみたいだもんな。そうそう、こうやってひねり出してる感じ、バカ、言わせないで。一人で乗りツッコミしてくれてどうもありがとう。とまあ見た目については、大きく変更されたわけだ。その他には、オリジナルではブラッドを抹殺していたけどその設定がなくなったり、装備している武器がロケットランチャーだけでなく、火炎放射器が追加されてるなどの点が挙げられるわね。あとは、ネメシスアルファ寄生体の追加だな。うわぁ、こいつキモかったのよねー。ネメシスが他のゾンビに、ネメシスアルファを寄生させることができる設定が追加されたんだよな。このように長い触手で攻撃したり、近距離だとジルの頭に吸い付いてくるな。これほんと嫌だった。完全に飲み込まれると、そのまま私がネメシスアルファ寄生体になっちゃうのよね。ああ、だがジルの意思に反して、これまた一部の層には圧倒的な支持があったな。もう、変態プレイヤーしかいないじゃん。ちなみに寄生体といえば、バイオ4の寄生体プラーガがあるが、今後の RE シリーズに、このネメシスアルファ寄生体が絡んでくるのかどうか、非常に楽しみだな。RE4 の伏線とかだったら熱い展開ね。続いて第2位は、バイオハザード RE シリーズに登場した、ゾンビたちだ。お、ゾンビ、2回目の登場ね。ああ、この RE シリーズに関しては変更点というより、追加された要素が非常に多いな。まあ強いて変更点といえば、ゾンビが過去作に比べてかなり強い存在になったってことくらいかしら？そうだな、ヘッドショットしてもなかなか倒れない、超絶しぶとい敵へと変更されてるな。その追加要素についてだが、ゾンビの種類がめちゃめちゃ増えたんだ。何種類？ざっと4種類だ。多いな。ああ、だからサクッと全種類解説するぜ。オッケー。まずは、BZ ガスゾンビだ。なんか名前からして危なっかしい感じのやつね。ジルの言う通り相当危険なやつで、口から紫色のガスを出している、これに噛まれると毒状態になるほか、倒した際に周囲に毒のガスをばらまき、これに触れることでも毒状態になるんだ。うわぁ、うざすぎる。ちなみにこの PZ ガスは、アンブレラが開発した神経ガスである。本当に余計なことしかしない奴らね。続いて、A 装備ゾンビだ。A を装備？ああ、これは対人用防弾プロテクタ、通称 A 装備を着用したゾンビで、頭、胴体、腕、足などの様々な部位に A 装備を着用しており、背中以外の A 装備装着部位への銃撃を無効化するんだ。なんかビレッジに出てきた、ゾルダートっぽいわね。ただし、電撃、火炎、酸、爆発によるダメージは有効だな。続いて、ガスボンベゾンビだ。なんか名前聞いただけで、なんとなくどんな性能のゾンビかわかってしまうわ。おそらく察しの通りだが、ガスボンベを背負ったゾンビで、背負ったガスボンベの銃撃で大爆発を起こし、周囲の敵を巻き込んでダメージを与えることが可能だ。弾薬の節約になるもんね。また、ガスボンベに攻撃を与えずにゾンビの身を倒すことでガスボンベが落ち、任意のタイミングで銃撃して爆発させることが可能だな。なるほど、着脱可能なのね。最後に、ベイルヘッドだ。こいつは私も結構苦戦したわ。ゾンビの突然変異で高い再生能力を身につけた実験体で、体色が白く、目がないのが特徴だ。
なんだか薄気味悪いわよね。そして通常のゾンビに比べて動きが速いが、体力が低くなると動きが遅くなるんだ。私が出演した RE3 では、緊急回避があったからまだ良かったけど、RE2 ではないからさらに厄介そうね。ああ、他にもダメージを受けても時間経過で体力を回復させてしまうため、攻撃力の武器や、断続的にダメージを与えられる火炎放射器などが有効だな。ちなみに俺が実際戦った敵で言うと、バイオセブンのヒューマーに近いタイプの敵と言えるかもな。確かに、色も白いしね。俺がヨーロッパへ行ってた間に、ラクーンシティではこんな厄介なゾンビたちでひしめき合っていたんだな。こんな格好つけたポーズしてる暇あったらこっち来て一緒に戦えよ。このクソゴリラ、やめろ、恥ずかしい。てかこの写真いつ誰が撮ったんだよ。知らん。まあそんなことは置いといて。そういえば、このチャンネル運営者のメインチャンネルで、厄介すぎるゾンビランキングトップ6、なんていう動画があったな。ああ、そんなのもあったわね。今回出てきたゾンビたちについても詳しく解説してた気がする。時間がある方は、良ければこの動画も見てやってくれ。運営者がめっちゃ喜ぶわ。そして、栄えある第1位は。第1位は、イビーだ。ああ、あの歩くお花さんね。響きだけ聞くと可愛らしいな。ただそんな可愛いものではないんだな。っていうのも近距離攻撃で死亡した場合、主人公の首を溶かすんだ。グロすぎ。そんなイビーだが、RE2 ではどんな姿になってるか知ってるか？わかんない。てかイビーって出演してたっけ？おい、作品に興味なさすぎだろ。こいつ見たことないのか。え、こいつってイビーだったの？ゾンビの足かと思ってた。まあモーションや見た目だけで見れば、ゾンビと似ているからな。あまりに見た目が変わりすぎて、イビーがリストラになったのかと思ってたわ。で、代わりがこいつなのかと思ってた。確かにそれくらい別物になってるな。性能に関してもかなり変更されており、まずオリジナルでは、頭のつぼみから消化酵素液を吐き出して攻撃したり、ツタで攻撃したりするが、RE2 では、ナイフなどのディフェンスアイテムがない限り、捕まれた時点でゲームオーバーが確定するんだ。即死攻撃ってことね、やばすぎ。ああ、オリジナルと比べて超絶厄介なクリーチャーへと変貌しているな。またオリジナルでは、通常エビーと毒エビーが存在したが、リメイクでは毒エビーが存在しないな。即死攻撃の上に毒攻撃もあったら、確実にボス以上の強敵クリーチャーになっちゃうじゃない。ああ、その通りだな。だがリメイクのエビーには、毒攻撃に匹敵する厄介なスペックが追加されているんだ。うげえ。そのスペックとは、かなりタフになっている点だ。どういうこと？内包する果実をすべて破壊することで一時的に活動を停止させることができるが、死死が残ってるため一定時間が経過すると復活するんだ。マジ？即死攻撃の上にこのタフさ、もうタイラントよりも厄介だわ。ああ、完全に倒すには火炎放射器やグレネードランチャーの焼夷弾で、死死を焼き尽くさなければいけないんだ。ああ、火に弱いのはオリジナルと一緒なのね。そうだ、草タイプには炎タイプの攻撃が有効と、昔から相場は決まってるだろ。確かに。さて、今回はリメイク作品で設定が追加、変更されたクリーチャーランキングトップ10を紹介したが、どうだったかな？普通にプレイしているだけじゃ気づけない変更点、追加点もあったから。この動画を見た上で再度リメイク作品をプレイしたら、また違った楽しみ方ができるかもね。ということで、この動画が参考になった、または面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。